ヒューマーサー・ヒューマーサーは、スコットランド出身で、アメリカ合衆国の医者であり、独立戦争の時の大陸軍准将である。ジョージ・ワシントンとは、親しい友人であった。プリンストンの戦いで受けた傷が元で戦死して、英雄となり、アメリカ独立戦争の兵士を結集させる象徴となった。マーサーは、スコットランドのアバディーン・シャー。 ローズハーティ近くピツリゴ・カークの牧師館で生まれた。父は、長老派協会の牧師で、ピツリゴ教区協会のウィリアム・マーサー氏、母は、アンモンローだった。15歳で、アバディーン大学のマリーシャル・カレッジに入り、医学を勉強して医者になった。1745年にボニー・プリンス・チャールズ軍の軍医助手となり、 チャールズ軍が崩壊し、生き残りも追撃されて殺された1746年4月16日のカロドンの戦いに従軍していた。マーサーは1747年に生まれ故郷での逃亡者となり、何ヶ月も隠れていた後にスコットランドを脱出した。金を使って船に乗りアメリカに渡って現在のペンシルベニア州マーサーズバーグ近くに入り、8年間医者として 暮らした。1755年、エドワード・ブラドック将軍の軍隊が、フランス軍とインディアンに崩壊させられた時、カロドンで体験したのと同じ虐殺に衝撃を受けた。マーサーは負傷者の救出に向かい、結果的に何年か前は自分を追撃していた、軍隊を支えるために武器を取った。この時は、軍ではなく、兵士としてだった。百五十六年までに、 ペンシルベニア連隊の隊員となり、1756年9月、キッタニングのインディアン集落を襲う、ジョン・アームストロング中佐の遠征隊に参加した。その攻撃中にマーサーは重傷を負いたいから離れた。傷つき物資もないままに14日間で、森の中を100マイル歩き、シャーリー砦にたどり着いた。ここでその働きを認められ昇進した。マーサーは大佐に昇進し、 守備隊を指揮した。別の大佐であったジョージ・ワシントンと知り合い修正続く、温かい友情を築くことになったのがこれらの試練の時であった。数人のバージニアの人々と親しくなった後で、1760年にバージニアのフレデリックスバーグに移り、戦争の終結とともに改めて異業を始めた。フレデリックスバーグに到着した時、そこには反映する。 スコットランド人の社会があり、二度と故郷を見ることのできない、スコットランド人にとっては幸福な聖域であったはずである。街でも著名な一員かつ実業家となり、土地を購入して地元の交易にも関わった。1767年には、フレデリックスバーグマソニックロッジの一員となり、数年後には、そのマスターになった。となった。 独立戦争以前のイギリス軍を除いては他の集団、制度あるいは組織よりもはるかに多い。このロッジは現在も残っている。その後間もなく薬局を開店し運営した。バージニア州フレデリックスバーグのヒューマーサー薬局は現在博物館になっている。ジョージ・ワシントンの母、メアリー・ワシントンがマーサーの患者になり、マーサーは 地域での尊敬される医者として繁盛した。イザベラ・ゴードンと結婚し5人を子供の親になった。1774年、ジョージ・ワシントンが生まれ育ったフェリーファームをマーサーに売却し、マーサーはこの貴重な土地を彼と家族がその後も定着できる場所にしようと思った。1775年、フレデリックスバーグ安全委員会の一員となり、 4月25日、イギリス軍が、ウィリアムスバーグの武器庫から火薬を取り去った時に、当時のジョージ・ワシントン大佐に紹介書を送った、フレデリックスバーグの独立会社の一員でもあった。8月の投票で、マーサーは、北部イギリス人という理由で、バージニア議会によって、新しく作られた連隊の指揮官から外されたが、9月12日、スポットシルベニア軍、キング・ジョージ軍、 スタフォード軍を呼び、キャロライン軍からなる民兵隊の大佐に選ばれた。11月17日、スポットシルバニア軍の安全委員会に選ばれた21名の委員の一人になった。1776年1月11日、バージニア戦線の第3バージニア連隊となるものの大佐に指名され、翌日ジョージ・ウィードンが中佐に指名された。 後の大統領ジェームズ・モンローや後のアメリカ合衆国最高裁判所主席判事のジョン・マーシャルもマーサーの指揮する部隊の士官となった。6月、ジョン・ハンコックが署名した大陸会議の手紙が届き、植民地連合軍の順庄に指名することと即座にニューヨークの作戦本部に出頭するよう要請が伝えられた。マーサーは 間もなくフレデリックスバーグを離れ大陸軍に合流した。イギリス軍によるニューヨーク方面作戦の前にワシントンはイギリス海軍を跳ねつけるために2つの砦を建設させた。ハドソン川のニューヨーク側にワシントン砦を建設させ、マーサー自身はニュージャージー側のリー砦の土で固めた防類建設を監督した。アメリカ軍は果敢に守ったが、 1776年11月16日にワシントントリデがイギリス軍に占領され数日後にはリートリデを放棄することになったこの時のニュージャージーへの撤退は独立の危機と呼ばれるようになったというのもワシントンの戦い破れ踏みにじられた兵士たちの徴兵期間が1777年の元日に終わろうとしていたワシントン軍が デラウェア川を渡り、1776年12月26日に、トレントンの戦いで、ドイツ人傭兵部隊を吸収したことはマーサーが一人で、立案したという説があり、事実その実行には、大きな貢献を果たした。トレントンでの勝利もあって、ワシントン軍の兵士は、徴兵期間を10日間延ばすことに合意した。 ワシントンが1777年1月2日に第2次トレントンの戦いでコーン・ウォリス軍との対決を決めたとき、マーサーは死の防衛での主要任務を与えられた。マーサーが戦死したプリンストンの戦い。中央で馬に乗っているのはワシントン翌1月3日、ワシントン軍は回り道をしてプリンストンに向かった。 350名の戦区隊を率いていくときに、マーサーの旅団は、イギリス軍に5連隊と、騎馬部隊に遭遇した。果樹園の小立ちの間で戦闘が起こり、マーサーは乗っていた馬が撃たれた。勝ち立ちになったマーサーは、ジョージ・ワシントンと誤認したイギリス軍に包囲され、降伏を要求された。数的にも劣勢だったがマーサーはサーベルを抜いて、立ち向かった。ついには、 マスケット銃の勝備で撃たれ銃剣で刺されて倒れた。ワシントン自身はイギリス軍の攻撃を知り、マーサーの兵士の一部が退却するのを見て乱闘に割って入った。ワシントンはマーサーの暫定を呼び集め、イギリス軍連隊を押し返したが、マーサーは体に多くの銃剣騒を受け、頭にも打ち傷があり、死に行くままに放置されていた。に作られた、 野戦病院に運ばれた。ベンジャミン・ラッシュによる手当てのいもなく、マーサーの傷は致命傷であり、9日間苦悶した挙句、1月12日に死んだ。マーサーの勇気と犠牲の上に、ワシントン軍はプリンストンまで進軍しそこでイギリス軍を破った。続いて、モリスタウンに移動し、勝利の宿泳を張った。これらの勝利が続いたことで、ワシントン軍は、 新たな徴兵を行うことができ、フランスがついにアメリカ軍に対する武器と物資の供給を認め、また勢いを止められたコーンウォリスは軍をニューヨークまで退かせて、突然のアメリカ軍の成功を再評価することになった。独立の危機は去り、アメリカは戦う手段を得て、イギリス国内の戦争を支持する声はゆっくりと衰え始めた。マーサー家の子孫は、 その後、頭角を表してきた。ヒュー・マーサーの直径の子孫で有名なものは、ウォーラー・ティー・パットンとその兄弟、ジョージ・スミス・パットン及びジョン・マーサー・パットンであり、さらに下って、ジョージ・エス・パットン・ジュニアとなる。その他にも、直径では、南軍の将軍ヒュー・イードン、マーサーや作詞家のジョニー・マーサーがいる。バージニア州フレデリックスバーグでは、バージニア歴史品保存のための教会が、 キャロラインストリート1020にあるマーサーの薬局を回収して維持している。マーサーの栄誉を称えて大陸会議はケンモアマンションの外にマーサーの銅像を建てた。ニュージャージー州、オハイオ州、ペンシルベニア州、ケンタッキー州、ウエストバージニア州を呼び、イリノイ州の各マーサー軍はマーサーにちなんで名付けられた。他にニュージャージー州、マーサービルチがある。 2000年のテレビ映画、クロッシングでは、ワシントン軍によるデラウェア側とかとトレントンの戦いを激化したものであり、マーサーはロジャーリースが演じた。ありがとうございます。